趣旨の説明を聴取いたします。金子恵美君。ただいま議題となりました付帯決議案につきまして、提出者を代表してその趣旨をご説明申し上げます。案文を朗読して趣旨の説明に変えさせていただきます。土地改良法の一部を改正する法律案に対する付帯決議案、最近の農業農村を取り巻く情勢変化の中で、土地改良事業が良好な営農条件を備えた農地農業用水の確保と有効活用を通じて農業の生産性の向上、農村地域の活性化、国土の保全、防災減災等に果たす役割は一層重要なものになっている。よって政府は本法の施行にあたり、先事項の実現に万全を期すべきである。期1、農業者の申請によらず費用負担及び同意を求めずに実施する旧世の防災事業の拡充にあたっては、地域の農業者の理解と納得を得た上で事業が実施されるよう丁寧な説明を行うとともに、事業要件の透明性を確保し適切な運用を図ること。2、農地中間管理機構関連事業の拡充に関連して都道府県が当該事業を実施するにあたっては、各市町村において実質化の取り組みが進められている人農地プランの推進に資するよう引き続き配慮するとともに、適切に整備された農用地が確実かつ円滑に担い手に貸し付けられるよう指導助言を行うこと。3、土地改良区の組織変更制度の創設にあたっては、土地改良施設の管理は土地改良区が行うことが原則であることを踏まえた上で、制度の対象となる土地改良区及び土地改良施設の基準を明確に示すこと。また土地改良区が一般社団法人または認可支援団体に組織を変更した場合には、地域の農業者が安心して営農を継続することができるよう、土地改良施設の維持管理にかかる支援を含め必要な措置を講ずること。右、決議する。以上です。何卒委員各位のご賛同を賜りますようお願い申し上げます。これにて趣旨の説明は終わりました。採決いたします。本動議に賛成の諸君の起立を求めます。起立総員。よって本法律案に対し付帯決議をすることに決しました。この際、ただいま議決いたしました付帯決議につきまして、政府から発言を求められておりますので、これを許します。農林水産大臣、金子原二郎君。ただいま法案を可決いただきまして、ありがとうございました。付帯決議につきましては、その趣旨を踏まえ、適切に対処してまいりたいと存じます。お諮りいたします。ただいま議決いたしました法律案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長にご一任願いたいと存じますが、ご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よってそのように決しました。次に、農林水産関係の基本施策に関する件について調査を進めます。この際、特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法の一部を改正する法律案、起草の件について議事を進めます。本件につきましては、各党間の協議の結果、お手元に配布いたしておりますとおりの起草案を得ました。本起草案の